レイティッシュ鉄道、レイティッシュ鉄道、レイティッシュ鉄道は、スイス東部のグラウビュンデン州を中心に約4 0 0キロメートルの路線網を持つスイス最大級の施設である。沿線にサンモリッツやダボスなどの世界的なリゾート地を持ち、氷河急行やベルギナ急行といった看板列車を走らせている観光路線であるほか、地域の生活路線としても、旅客、 貨物輸送ともに多数列車を運行して、グラウビュン,デン州の鉄道輸送をほぼ一手に担い、州の経済において重要な役割を果たしている。アルブラ線の一部とベルニナ線は、レーティッシュ鉄道アルブラ線、ベルニナ線周辺の景観として、世界遺産リストへの登録もされている。日本語では、レーティッシュ鉄道、レーティッシュ鉄道、レーティッシュ鉄道、鉄道はバーンともなどとも表記される。 レーティッシュ鉄道は、グラウビウンデン州のシュートクールに本社を置く、スイス最大級の私鉄で、以下の各言語で表記され、所属する車両にもいずれかの表記で、ロゴが入れられている。なお、レーティッシュ鉄道の名前の由来は、紀元前3000年頃からこの地に住んでいたとされる、スイス東部の先住民族である、ライテア族の名や、それに由来する、この地方の古い地名であるライテアレーティエンにまで、 遡ることができる。グラウビュンン州にはスイス連邦鉄道、スイス国鉄はほとんど路線を持たず、レーティッシュ鉄道がほぼ全ての鉄道輸送を担っている。このため、私鉄でありながら、株式の51%を、グラウビュンン州が43%を、スイス連邦が所有し、民間の所有は6%となっており、多くの機関車や電車の前面には、 グラウビュンデン州の紋章が設置れているほか、2004年以降、順次採用されている客車の新塗装では、車体側面にもグラウビュンデン州のロゴが入っている。また、レーティッシュ鉄道は、スイスアルプスの山岳地帯に、路線網を持つにもかかわらず、ループ線やトンネルを多用することで、ラック式には頼らずに工場用本線系統では45%パーミル、ベルニナ線や、 クール・アローザ線でも70パーミルや60パーミルに抑え、すべて粘着式鉄道としているのが特徴であり、結果として長大編成の列車を運行可能としており、現在では主要路線の各駅は約260から300メートルの線路有効長が確保されている。レイティッシュ鉄道はラントクアルトからダボスまでの路線を建設した。 ラントクアルトダボス鉄道を前進としている。同社が最初にダボスまでの路線を計画した際には、ラック式やスイッチックによることも検討された。しかし、結果的には、通常の粘着式鉄道とし、スイッチバックも一箇所、これも後に解消されるのみとし、費用的な面から標準機ではなく、メーターゲージ、凶器で設することとなり、この時の決定がその後のレティッシュ鉄道の、 各路線建設における基本方針となっている。ラントクアルトダボス鉄道は1890年にはダボスまでの路線を開業させたが、グラウビュンデン州の他の地域へ路線を拡大するために1895年には社名をレーティッシュ鉄道に変更し、その後1897年には住民投票により修営となって急速に路線を拡大していくこととなった。また、 第一次世界大戦による石炭価格の高騰により、交流 11KV16.7Hz での電化が検討され、沿岸線開業時にサメダンシコールタラスプ間が電化されたのを皮切り2913年から922年にかけて、本線系統はすべて電化されている。なお、スイス国鉄などでは、交流 15KV を採用しているが、 レーティッシュ鉄道ではトンネル断面が小さいため絶縁上の問題から 11KV と低い電圧を採用している。その後、1942年には同じクールとリゾート地のアローザを結ぶクール。アローザ鉄道とティチーノ州のベリンツオナメソッコ電気鉄道を、1943年にはサンモリッツとイタリアのティラーノを結ぶベルギナ鉄道を合併し、 グラウビュンデン州の鉄道をレーティッシュ鉄道に統合した。第二次世界大戦後1970年代までは財政的には厳しかったものの助成金によって路線や駅を廃止せずに乗り切ることができたがスイス国鉄によるレーティッシュ鉄道の統合も議論されることがあった。1970年代以降1980年代にかけての助成金の減少に伴い レーティッシュ鉄道は観光鉄道としての利用喚起に本腰を入れるようになり、美しい沿線風景を旅行者にアピールした結果、氷河急行、ベルニナ急行などの看板列車は1年を通じて多数の旅行者を輸送することとなった。また、利用の少ない駅の廃止や停留所の格下げもこの時期に実施されているが、その後も続く財政問題の解決のため、 現在も合理化プログラムが進行しつつ、輸送力増強や近代化のための設備増強も実施されている。また、運行面では、スイス全国に及ぶ交通網改良計画であるバーンバス2000、計画によって、レーティッシュ鉄道でも2004年12月より、旅客列車の運行系統の整理がなされて昼間、時間帯を中心に1時ごとのパターン内ア化され、 ダイヤ上必要ないくつかの区間については、それぞれ、タンク間ながら、積極的に複線化が進められて、運行の効率化を図っている。レーティッシュ鉄道と、スイス、イタリア及び、各沿線自治体では、アルブラ線とベルニナ線とその沿線の景観について、世界遺産登録を目指して、GE4、4型五十五機及びアベ4、451から56、 計51号機をラントバッサー橋をデザインした広告塗装機とするなどの活動を行ってきた。その結果、2008年の第32回世界遺産委員会で、レーティッシュ鉄道アルブラ線、ベルニナ線と州の景観として、正式に世界遺産リストに登録されている。なお、世界遺産登録名に、鉄道と明記されている世界遺産は、 オーストリアのゼメリング鉄道、インドのインドの山岳鉄道群に続き3例目である。ラントクアルトダボス鉄道により開通した、レーティッシュ鉄道で最も古い路線であり、スイス国鉄と連絡するラントクアルトから同じく、ラントクアルトでライン側から分かれる支流のラントクルト側を遡り、ダボスの手前で分水嶺を越えて、ダボス港を呼び、 そこから流れるランドバッサー川沿いのダボスプラッツへ至る路線であり、一部の氷河急行もダボス発着となっている。ラントクアルトはライン川沿いのザンクトガ練習との境界に近い位置にあるグラウビュンデン州の玄関口となっている都市であり、スイス国鉄もここからグラウビュンデン州に入る。同地は現在でもレイティッシュ鉄道のキロメートル地点となっているほか、 レーティッシュ鉄道最大の車両工場である、ラントクアルト工場の所在地でもあり、所属車両の検査及び修繕を行っているほか、機関車の運転台交換や、機器更新などの大規模改造も行われている。工場は、トラバーサーの両側に3棟、計21線の主工場や2棟、計4線の研修庫、11線の留置線や倉庫と、引っ込め線が並ぶほか、 転車台と19線の線形庫、3線の列車研修庫などで構成されている。また、ラントク・アルト工場は、スイス国内の車両メーカーで製造された車両の各種試験のベースとなったり、シュタットラー・レール社が製造する車両の一部は、ラントク・アルト工場で最終組み立てが行われたりした、他、他鉄道の車両の改造や修繕工事も実施されている。開業当初、 クロスタース駅は、レーティッシュ鉄道唯一のスイッチバック駅であったが、1928年から30年にかけて、駅の側方にループトンネルを設けて、駅の後方へ回り込む線路を設けて、スイッチ場を解消している。ダボスは、ランドバッサー川沿いにある19世紀からのリゾート地で、高知療養のためのサナトリウムとして作られたほか、スキーリゾートとしても有名であり、 町の北東にダボスプラッツ駅が、南西にダボスドルフ駅がある。また、クロスタースもダボスからつながるスキーリゾート地であり、当期にはスキー客輸送用のシャトルトレインがクロタース、ダボスプラッツカーに多数運行される。標高2383メートルのフィルエラ峠をくぐる全長19キロメートルのフェライナトンネルをおもとする新しい路線で、 エンガ銀地方への速達ルートとなっており、開業時には、ノバーレットかもしくは、ナバペンドルと呼ばれる、プッシュプル式の旅客列車が、クールやラントクアルトから、シュコールタラスプへ運行されていた。また、フェライナトンネルを抜けて、セルフランからサヤインスまで標準8両編成、編成長320メートルの列車フェリーが運行されており、2006年には50万台以上の自動車を輸送している。 なお、フェライナ線は、車両限界が拡大されており、列車フェリーの車両積載車のうち、屋根付きの車両には、全長18.5メートル、全幅2.5メートル、全高3.3メートル、総重量18トン以下の、屋根なしの車両では、ホイールベース12.5メートル、全幅2.5メートル、全高4.0メートル、総重量28トンまでの自動車を積載できるため、 比較的大型のトラックやバスの輸送も可能となっており、最高速度も時速 100km とされている。なお、このトンネルの開通によってフィルエラ峠を通過する道路は、当期は通行止めとなるようになった。ラントクアルトからライン側に沿って、グラウビュン電ン州の州都であるクールへ至る路線であり、建設はラントクアルトクールという質感の路線として行われている。 比較的開けた土地を走行するため、最急勾配も19パーミルと平坦であり、標高差も61メートルと小さくなっている。また、この区間は、スイス国鉄と並行した路線となっている。ラントクアルト駅からは、食品工場、運送会社などへの、ウンテルファッツ駅からは、リサイクルセンターやセメント工場への引っ込め線が設けられており、いずれも並行する。 スイス国鉄との共用仕様の目線 435mm 期間と 1000mm 期間の3000機場となっている。なお、ウンテルファッツ駅の貨物取扱量は,は、レーティッシュ鉄道で最大となっている。ルックールは、スイス国鉄との共同仕様駅であり、再開発により2003年12月6日から、バス乗り場も統合した新駅となっている。駅の北西側が、 レイティッシュ鉄道、南東側がスイス国鉄となっており、駅の北西側及び西側には両鉄道の留置線や機関区などが設けられている。また、クールアローザ線は、クール駅の南東側の駅前広場から発着するが、スイス国鉄駅の脇に貨物ホームがあり、スイス国鉄線を横断する連絡線によって、本線系統と接続している。 クールは、スイス最古の街とも呼ばれ、5000年以上の歴史を持ち、古代ローマ時代などでは、アルプスを南北に結ぶ、交通の要所であり、現在でもエンガディン地方への玄関口となっている。レーティッシュ鉄道のメインラインであり、クールを出た後ライン側に沿って進み、ライヒエナウトミンス駅で、オーバーランド線と分岐してからは同じく、ホルダーライン側と分かれた、ヒンライン側を、 その後、と出からはその支流である、ユリア側の春渓谷を、ティーフェンカステルからはさらに分かれたアルブラ側に沿って、アルブラ渓谷を登り、アルブラ側とドナウ川の主要な支流の一つである、イン側の支流との分水嶺であるアルブラ峠を、アルブラトンネルで越えて、エンガリン地方へ入り、ベーベルからは、サンモリッツに向けてイン川を降る路線で、氷河急行、ベルニナ急行の運行区間の一つである、 クールからライヒエナウタミンスまでの間 9.7km は伏線で、そのうちクールからドマーとエムスまでの間は、うち一線がスイス国鉄から乗り入れる貨物列車用の 1435mm 機間と 1000mm 機間の3機上となっており、1435mm 機間の軌道を使用する際には単線並列的に使用される。また、この区間の河川電圧は、 レーティッシュ鉄道の列車用の交流 11KV16.7Hz であるが、河川電圧交流 15KV16.7Hz 対応のスイス国鉄の電気機関車が牽引する、貨物列車もそのまま入線する。途中のフェルスベルク駅からは、カランダビールのビール工場への参戦機場の引き線が、ドマート、エムス駅からは、 化学製品メーカーのエムスケミーの工場への 1435mm の引っ込め線がそれぞれ設置されている。トシスティー・フェンカステル間でユリア川を越えるソリス橋は、レーティッシュ鉄道で一番高い橋であり、全長 164m、高さ 89m の石像橋である。ダボス方面の路線と分岐するフィリズールの手前で、アルブラ川は同じく、 ダボス湖から流れるランドバッサー川と分かれるが、アルブラ線がこの分かれた、ランドバッサー川を渡る橋が、レーティッシュ鉄道随一の名所であるランドバッサー橋で、ある。この橋は、全長141.7メートル、最大高さ65メートル、勾配20パーミルの6連アーチの石像橋であり、橋のティーフェンカステル川は、急な斜面となっていが、フィリズール川はほぼ垂直の崖となっており、 橋がランドバッサートンネルへ直接つながっており、橋が半径400メートルのカーブとなっていることと合わせて絶好の景観を生み出している。フィリズールから先はアルブラ川に沿ってさらに上るが、この区間はループ線等を多用して高度を稼いでいる。フィリズール駅近くでループ線1箇所、ベルギュンブレーダ間ではオメガループ線2個とループ線とダブルループ線1箇所ずつが、 連続し、この区間は直線距離では約 5km であるが、線路長 12.6km で高度 416m を登っている。なお、冬季にはこのループ線区間で列車をリフト代わりに利用する、それ遊び客用に、ベルギューン、プレダ間にシャトルトレインが多数運行される。ブレダ駅を過ぎるとすぐに、アルブラ峠をくぐり、北海と国海の分水嶺である。 アルブラトンネルに入る。このトンネルは、開通時、狂気世界最長のトンネルであり、現在でも、アルプスを超える最も標高の高いトンネルであり、全長5866メートルでブレダ川約3000メートルが、上り10パーミル、その先が下りにパーミルとなっている。2010年までは、アルブラトンネルを通過するテュースサメダン間で、 自動車積載貨車が運転されており、両駅に自動車積載用の設備が設けられているが、この線の車両限界が通常の大きさであるため、高さ2.5メートル、幅2.2メートルまでの自動車までしか積載することができなかった。なお、アルブラトンネルは老朽化が進行しているため、並行して新トンネルを建設し、現、アルブラトンネルを非常用の避難路とする計画が、 進行している。アルブラトンネルを越えて、エンガディン地方に入ると、ロマンシ語圏となって、家屋の様式なども変わるが、アルブラ線は、ベーベル駅で、エンガデン線と分岐してイン側を上り、サメダンで、ポントレジーナ方面へ分岐した後終点であり、ベルニナ線との接続駅で両線が並ぶ、行き止まり式の駅であるサンモリッツへ至る。サンモリッツは、 イン側の途中にあるサンモリッツ湖の畔にある高級リゾート地で1928年と1948年の2回の冬季オリンピックが開催されるなど世界的にも有名でありシャンパン気候と呼ばれる爽やかな気候が特徴であるプラティガウ線のダボスプラッツからアルブラ線のフィリズールの間をランドバッサー側に沿って下る山岳路線である 比較的距離は短いが、トンネルが14カ所と多く、内日本は900メートルを超える。また橋梁は7カ所であるが、このうち、ウィーセナー橋は、長さ204メートル、高さ87メートルの石像橋で、この鮮明所の一つとなっている。ライン川沿いに遡り、ライヒエナウタミンス駅付近でヒンターライン川と分かれた、ホルダーライン川に沿って、ライン峡谷の川も近くを抜け、 ホルダーライン側を5回渡りながら遡り、ディセンティス、ミュンスターで、マッターホルンゴッタルド鉄道に接続する路線で、氷河急行の運行区間の一つである。レーティッシュ鉄道とマッターホルンゴッタルド鉄道では、機関・河川電圧等は共通であるが、機関車の直通は行われず、客車についても、氷河急行のみ直通となり、その他は、運行が分かれている。 ディセンティス・ミュンスター駅のミュンスターは、ロマン主語で、修道院を意味しており、駅近くには、スイス最古のベネディクト派の修道院がある。エンガディン地方のアルブラ線のベーベルから、ドナウ川の支流である、インガーに沿って、オーバーエンガディンの下流部からウンターエンガディンの、古くからの保養地である、シュクオールまでの区を下っていく路線である。エンガディンは、インガワの谷を意味しており、本路線は、 大きな勾配はなく、最大勾配である25パーミルの区間も一部であり、多くは平坦から20パーミルの間となっている。当初から電化で開業しており、本線系統では初の電化路線となっている。途中にはスイス唯一の国立公園の玄関口であるツルネッツ駅、スイスの文化財保護地域に指定されたグアルダの入り口であるグアルダ駅などがあり、 終点の宿ールタラスプ駅は、ローマ時代ら知られる、天然温泉の湧保養地であり、ウンターエンガディンの中心地である。また、タラスプの名は、宿ール郊外にある11世紀の古城、タラスプ城に由来する。アルブラ線のサメダンとベルニナ線のポントレジーナ間を、短絡する路線で、サンモリッツを通らないベルニナ急行などが通過するほか、 ポントレジーナ発のエンガディン線の列車が主に運転されている。サメダン駅はアルブラ線のベーベル方面からの路線がサンモリッツ方面とベルニナ線方面に分岐する駅であるほか、サメダン機関区が置かれており、留置線や工場が設置されている。また、ポントレジーナ駅は、河川電圧交流 11KV の本線系統と直流線ボルトのベルニナ線の接続駅であり、 駅構内の四本の線路、内三本が、ホーム付けの内三番線一本が、交流十一 k v と、直流線ボルトの切り替え式、二本が、交流十一 k v 一本が、直流線ボルト用となっており、ベルニナ線の留置線が併設されている。ベルニナ鉄道が開業させたサンモリッツから、ベルニナの谷を上り、アルプグルム駅で、エンガリン地方を抜けてイタリア語圏に入り、 ポスキアーボの谷をイタリアのティラーノまで下る道でベルニナ急行の運行区間の一つであり終点のティラーノではトレニタリアと接続する最高高度2253メートルは通常の鉄道路線としてはヨーロッパ最高高度であり高度差1824メートルを最急勾配70パーミル最急曲線半径45メートルで超える山岳路線で ポントレジーナ駅以降の標高が約1800メートルを超える区間は森林限界を超え途中の車窓からは3カ所の氷河が見られる。モルテラッチュ駅付近ではこの線の名前の由来ともなっているベルニーナアルプスの手法で標高4049メートルのピッツベルニナとモルテラッチュ氷河をオスピッツオベルニナ駅付近ではカンブレ氷河とその氷河湖で発電用のダム湖でもあるラーゴビアン湖。 タイになるレーネールをアルプグルム駅付近ではパルー氷河を車窓から見ることができる。アルプグルム駅からポスキアーボ駅にかけては10カ所のヘアピンカーブと連続勾配によって直線距離で約6キロメートル程度の間に約1070メートルと大きく高度を下げている。ブルージオ駅とカンパッチオ駅間には 半径50から70メートル、勾配70パーミルで360度を回る、石像のブルージオ橋があり、沿線の名所の一つとなっている。カンポコローニョ駅付近には引っ込め線があり、ここで材木が積み込まれた貨車は、定期旅客列車に並結され、いわゆる混合列車として、ティラーノに向かう。カンポコローニョ駅と駅間でスイスとイタリアの国境を越えるが、 宣言協定に基づき、イミグレーションは実施されない。税関検査や申告が必要な場合のみ、ティラーの駅で行われる。ポスキアーボ駅付近とイタリア国内に入った後のティラーの市内では、併用軌道となる。箱根登山鉄道の登山鉄道線は、海外視察者からの情報や、建設当時の同鉄道の技師長が、ベルニナ線を視察。 調査した結果などをもとに建設されており、このことが縁で1979年に、レーティッシュ鉄道とネトザン鉄道は、姉妹鉄道となっている。ベルニナ線の主要3駅には、箱根登山鉄道から寄贈された、駅名板が設置されているほか、安倍4、454号機が、箱根とを命名されている。2014年には、ベルニナ線100周年記念でデビューした、 レーティッシュ鉄道の新型車両の愛称に倣って、箱根登山鉄道の新型車両が、アレグラ号と命名された。ベリンツォーナ・メソッコ電気鉄道が、ティチーノ州のことで、現在では、世界遺産となっている、ベリンツォーナ旧市街の三つの城と、防壁、城壁群があるベリンツォーナからメソッコまでを開業せた、山岳路線で、メソッコから先レーティッシュ鉄道のフィリズール近辺への、 延長を計画していたが実現しなかった。1960年代に路線に並行して、国道 A13 号線が開通して、冬季でも安定した自動車輸送が可能になったことから、旅客輸送量が減少したため、1966年頃から廃止の検討がなされ、1972年5月28日には、ベリンツオーナカスティオーネカン 3.5km が、 廃止となるとともに、前線の旅客輸送が廃止され、PTT バスに転換された。さらに、1978年8月7、8日の、暴風雨により大きな被害を受けたカーマ・メソッコ間 15.1km は、そのまま休止となり、1979年12月9日に廃止となった。カスティオーネ駅は、スイス国鉄との連絡駅であり、 スイス国鉄の 1435mm 機関の貨車を標準機貨車積載車に積載する設備が設けられていた。グロの駅や三尾東麗駅手前にも同様の設備があり、そこから 1435mm 機関の引っ込め線が工場等へ設けられていた。1995年以降にはメソルチーナ鉄道の手でファントレインが運行され、 ベリンツオーナメソッコ線の車両のほか、レーティッシュ鉄道、ベルギナ鉄道その他スイス施設の旧型客車や電車が使用されているほか、1997年にはレーティッシュ鉄道の G3、4型1号、ハイジ蒸気機関車によるスイス鉄道150周年記念列車も運行されている。二千三年十二月十一日には残ったカステオネカーマ間と所属車両が、 メソルチーナ鉄道に譲渡され、譲渡された車両の中の旧ベリンツオーナメソッコ、電気鉄道の電車の復元も計画されていたが、2013年には旅客輸送免許が喪失した。2014年6月にはローベレド駅付近での道路整備事業に伴い、線路が撤去された。他にカスティオーネルミーノ間でも線路の撤去が確認できる。同年8月4日には、 カスティオーネ、カランアシャバシにおける占有許可も取り消されており、残ったグロの引くカーマ間の占有許可も2020年には、失効するとみられる。クール・アローザ鉄道により開業した、クールからプレスール側に沿って登り、本路線開業前からの古いリゾート地である、アローザ前至る山岳路線である。クール・アローザ線のクール駅は、スイス国鉄及びレーィッシュ鉄道のクール駅の、 駅前広場にあり、クール駅から約 1.5km 程度の区間は、平用軌道上もしくは道路脇を走行する。なお、1990年代には、クール駅の再開発に伴い、クール市内のクールアローザ線を地下化して、レーティッシュ鉄道本線系統のクール駅に乗り入れる構想があったが、実現はしていない。ラングビース駅の先にプレスール側を、 右岸から左岸に渡るラングビース橋があるが、この橋は全長287メートル、高さ62メートルのコンクリート製で、中央部はスパン92メートルのアーチ橋となっている。終点のアローザはオーバー勢の湖畔にあり、ハイカー、高知療養者、スキーヤーなどが訪れるリゾート地となっている。本線系統は、機関車牽引の列車が主となっており、電車列車は、 区間運転用に一部区間で走行するのみである。レーティッシュ鉄道では、貨物輸送も重要なウェイトを占めており、貨物用、事業用合わせて、約750両の貨車が、生活物資、木材、セメントなどを輸送するほか、フェライナトンネルやアルブラトンネルでは、列車フェリーが運行され、自動車の輸送が行われている。ベルニ線は、輸送量が、比較的、少ないため、 開業以来旅客、貨物列車とも主に電車牽引で運転されている。70パーミルの急勾配の路線であるが電車が最大8両程度の客車を牽引しており、近年では編成中間にも電車を連結して十数両の長大列車を走行させる試験も行われている。ベリンツオーナメソクコ線は輸送量が少ないため、開業以来旅客、 貨物列車とも電車牽引で運転されていた。旅客列車は1972年に廃止され、標準機関車輸送車の電車牽引による沿線の工場への車を主とした貨物列車がわずかに運転されていた。開業以来電車牽引の列車が主に運転されてきたが、1997年の交流への電気方式変更後は、主として GE4。 4型電気機関車などが客車を牽引している。アローザ急行は専用の青いイラスト入りの専用客車による列車で、クールアローザ線の新しい看板列車として1997年から運転されていた。スイス国内の列車がパターンダイヤ化されたバーンバス2000計画によって、レーティッシュ鉄道でも旅客列車の運行系統の整理や一部区間の複線化による 運行の効率化によって、昼間時間帯を中心に1時間ごとのパターンダイヤ化され、快速列車に相当する、レギオエクスプレス、RE、各駅停車であるレギオ、R、都市近郊列車の S バーン、S 及び氷河急行、ベルニナ急行が運行されているが、その他にも季節によって様々な季節列車が設定されている。また、早朝、 深夜時間帯や区間列車の一部は各駅を経由するバスによる運行となっている。主要路線では、レギオは途中駅までの区間列車であり、レギオエクスプレスは、レギオの運行区間では主要駅停車、その先の区間は各駅停車となっている。主要駅以外の奥駅はリクエストストップとなっており、乗降客がない場合は通過となる。 フェライナトンネルでは30分ヘッドで列車フェリーが運行されて自動車及びその運転車等を輸送しているほかその他の区間でも多くの貨物列車が運行されローカル区間の早朝の列車などを中心に混合列車も設定され通常の旅客列車にも必要に応じて随時貨車が並結される2009年時点での主な運行系統は以下の通り入れ替えようとして 電気機関車とディーゼル機関車を保有しており、一部本線での貨物列車の運用が設定されているほか、電気機関車のうち一両は、架線のない区間でも走行できるようディーゼル、発電機目は蓄電池を搭載していた。また、ペライナトンネルの救援列車用にもディーゼル機関車が配置されているほか、高所作業車、橋梁点検車など、多数の事業用車を保有している。 ベルニナ線では開業当初の頃からの車令100年を超える古い電動貨車や電気機関車が使用されている。他、特にザトド9213から 9214? 型蒸気ロータリー除雪機関車が現役として残っていることが特筆される。事業用車のうち、河川電圧によらないものについては全線で使用されている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。